ゲイパレードに参加するニューサム・ギャビン・ニューサムはアメリカ合衆国の政治家。第40代カリフォルニア州知事。かつてカリフォルニア州副知事などを務めた。1967年10月10日にカリフォルニア州サンフランシスコに誕生する。1989年にサンタクララ大学を政治専攻で卒業後にワインショップを経営する。 ビジネスの世界で成功していたが、その後、ウィリー・ブラウン市長の選挙のためのボランティア活動などを経て政治に関わるようになる。2003年の市長選挙で、サンフランシスコ市長に当選し、サンフランシスコ市場最も若い市長となった。高い人気を誇り、2007年の市長選挙には72%の得票で再選を果たした。2010年に行われる、 カリフォルニア州知事選挙に出馬の意思を表明していたが、その後、個人的理由により出馬表明を撤回した。2010年の中間選挙でカリフォルニア州副知事に当選し、2期務めた後に2018年11月の中間選挙で州知事に当選した。2019年1月7日に知事就任。2020年3月19日、 新型コロナウイルスの感染拡大に対し、ウイルスの封じ込め対策として3900万人の全住民に自宅待機を命じることを発表した。主にロックダウンなどの厳しいコロナウイルス対策などを原因として国民解職を求める署名活動が行われており、署名活動を行っていた団体は2021年3月17日の 締め切りまでに実行に必要な約150万の署名に対して211万の署名が集まったと発表した。9月14日に住民投票が実施され、リコールは反対多数で否決された。アバウトザメイヤー ザ・シティ＆カウンティ・オブ・サン・フランシスコ、http コロンスラッシュスラッ www.sfgovorg、スラッシュサイトスラッシュメイヤー、インデックス、アスプ、id イコール2 0ン。二千十四、二千七年、11月、27日、閲覧。チェチーリア・エム・ベガ、ニューサム・リフレクッツ、ウォンヨン、イヤーズ・オブ・アップスアンド＆ダウンズ・アズ・イレクション・アプローチズ。ザ サンフランシスコクロニクル、http コロンスラッシュスラッシュ www.sfgate.com スラッシュ cgi-bin スラッシュ article.cgi?f="c.a.2007-10-21 イコール、c? A? 2007. 10. 21. ムニグスニオイ FM-DTL2008 年3月7日閲覧」スフェコブエレクションサマリー、ノーベンバー6 2007サンフランシスコシティカウンティデパートメントオブエレクションズ http www.huffingtonpost.com 2009 10 30ギャビン・ニューサムクイッツレース FN 34695 HTML ギャビン・ニューサムイズイレクテッドガバナーオブカリフォルニアニューヨークタイムズ HTTPS www.neetimes.com 2 0 1 8 1 1 0 7アスカリフォルニアミッドタムズイレクション HTML 2018年11月9日閲覧。米カリフォルニア州全州民に自宅待機命令。AFP 2020年3月23日閲覧。リコールエフォートアゲンストカリフォルニアガバナーアテンプト2 デスタビライズ・ザ・ポリティカル・システム・アナリストス・セ NBC ニュース、https、w w w m b u k n e w s c o m ニュース、アス、ニュース、リコール・エフォート・アゲンスト・カリフォルニア・ガバナー、アテンプト・デスタビライズ・ポリティカル・システム・アナリスト N N125 万1498。2021年2月10日閲覧。 米カリフォルニア州知事の会食求める署名が211万件以上にリコール投票濃厚に日本貿易振興機構2021年7月26日閲覧 A ビッグウィンフギャビンニューサムバットエビガーデフィートフォーザジオー CNN HTTPS エディション CNN.com20210917 オピニオンズ ニューサムリコールウィンビッグ GOP デフィートミッチェルインデックス HTML 2021年9月18日閲覧州知事リコール選挙は一件落着もカリフォルニア州はまだまだ問題山積み日刊スポーツ2021年9月19日閲覧ありがとうございます